それでは早速、ご紹介させていただきます、今年の7月9日の、月曜日からですね、ルールが、入管法のルールが変わります。で一応ですね、ポイントとしてはですね、1,2,3,4 ということで4つ挙げておきます。ありがとうございます。大阪台湾同乡会把它变成为我们在大阪的本家或是娘家，一直是我们的目标。这几年来，经过我们的理事会员的努力，我个人认为已经稍具雏形。我希望，如果不嫌弃的话，我愿意在同乡会里面当永远的职工。台湾同乡会的理事会已经在刚才成立，我们很荣幸的请了我们的谢副会长来接任做我们台湾同乡的会长。谢会长他的为人，他的好善乐施，在我们侨界不断得到相当大的肯定，我们的政府也给予很高的评价，所以在1月1号由我们政府聘请谢会长作为我们的侨务委员会委员，这是我们国会最大的光荣。台湾同乡会也希望能够做更多融合侨居地的工作，并且结合联合会的力量，为我们大阪华侨与大阪日本人希望做一个定位，这是我们中心的目标。家本家以外，我们更希望台湾同乡会同时也是一个便利商店，希望能够有求必应。在大家的经济文化办事处潘志侯处长及及国副主席日本中华联合总会毛利优子总会长，所长由爸爸可以上吗？台湾新竹林代表取締役简妙玲上吗？一个一个开酒啊！大家马总统获选了，真心的目的，活躍されるよう。そして、東京界の半分以上は行政の会員ですが、これからも行政のソフトパワーを発揮され、台湾同業界はますます発展するよう期待しています。本日は私が、去年から、この罹患人会及びまた、先ほどの総会で、承認していただいた、メンバーでございます。池井田理科ですね。先ほど、次副会長を3名ですけど、美香非常荣幸承蒙大家的支持与爱戴，选上大阪台湾同乡会会长。各位乡亲，台湾就是我们的娘家，希望我们大家和心和气，互爱协力，建立一个真善美的大家庭。为了给予年轻人的相互交流的舞台，大阪台湾同乡会正式成立青年部，希望扩展优秀的青年之国际观，培育青年爱台湾、爱国的情操。请大家让自己的子女积极地报名加入，在每乡必定竭尽所能为大家奉献全力以赴。再次感谢各位嘉宾莅临指导，最后敬祝大家身体健康，万事如意，家庭幸福美满，感恩大家，谢谢。莫宝，谢谢你的拍照，ありがとうございます。
私たちは今日大阪にいる在日台湾人と台湾から来る台湾留学生のより豊かになる生活と安心して住める環境をくれる日々のためにこの大阪台湾同協会青年部を設立しました。私たち自身と家族の健康な生活は現実においても将来においても見通しのない不安に満ちたものになっています。このような状況の中では本当に豊かな生活を送るということは困難だと思われます。私たちはこの会を通して人と人とのつながり、助け合い、励まし合い、日々自分自身をも成長していける人間になれることを目標とし邁進していきます。今ある台湾同協会の先輩方の教えた功績や経験をこの若い人たちにご指南していただきたいと思います。できたばかりの青年部ですが、先輩方のご指導ご教授いただき、その教えをさらに下の者に我々が教えていけるようになるまで温かい目で見守ってください。老李，我们叫小巨人吧，叫三九。谢谢。